ジェラタンはアメリカ合衆国のメイクミュージック社によって発売されているソフトウェアシンセサイザーブランド名。日本での販売はクリプトンフューチャーメディアで過去にはパッケージ版が販売されていたが現在では在庫品を除き同社が運営するソニックワイヤでのダウンロード販売に移行している。もともとはハープ奏者でもあるゲイリー・ジェラタンが設立したソフトウェアシンセサイザーの会社。 手軽な操作で使用できる音源として各製品が開発されている。VST、AU、ルタス、スタンドアロン対応で動作する。かつてはギガ、次にコンタクトで動作していたが、現在は独自のアリアプレイヤーで動作する。プラグ、アートイテクノロージーインクによって開発された、現在発売中のジェラタン各製品を使用するためのソフトウェア。最新版は、 バージョン1.620。バージョン1.5からは、リバーブ機能において、バージョン1.28まで付属していたアンビエントに、加え、コンボリューションが加わった。今後、ギガフォーマットを取り扱えるようにする計画がある。シンセサイザーにつないでの演奏を考慮した一般的な、スタンダードに加え、フィナーレ、シベリウスへの使用を想定したローテーションという、パッチ群が作られている。これは、 音色を変更するキースイッチを各楽器共通のものとし、楽譜作成ソフトウェアでの設定を容易にするために用いられている。スタンダードとノーテーションで音色の違いは基本的にないが、コントローラー等に違いがある。以前からフィナーレとシベリウス双方に音源を一部提供してきたジェラタンであるが、2011年11月30日に、 メイクミューザックの完全公会者となり、またシュベリウスもアビット内で独自の音源を作成したことなどから、今後はフィナーレとの結びつきがより一層強くなると思われる。なお、フィナーレにおけるヒューマンプレイバックも正常に作動する。ありがとうございます。